はい、どうもみなさん、こんにちは。それではね、今日日曜日、4月の8日なんでね、まあ一応今日桜花賞あるんですけど、まあ桜花賞ね、とりあえず俺ツイッターの方にはね、ラッキーライラック本命にして、まあいつものごとくね、飛ばす目的にしたんですけど、まあ一応ね、3月だけで、まあドバイのね、重賞ドバイターフ、で、クラシックとね、で、ドバイワールドカップね、まあその3クラ合わせて、トータルで7連敗ぐらいはしたのかな、本命馬がほとんど。なんで、とりあえずね、今日は、まあ、11日の行われるね、船橋マリンカップ。あれ？船橋だっけ？あ、じゃあ、クイーンマリンカップだ。あ、じゃあ、ただのマリンカップでいいんだ。船橋競馬で行われるね、マリンカップの方を予想していきたいと思います。とりあえずね、本当だったらね、12時半頃から撮影したかったんですけど、ちょっと今回ね、出走表が出るの遅かったんで、ちょっとこんな時間にね、今12時ね、もう13近くになってしまいました。で、なぜかマークシートが1枚もない。うざ。マークシート。またマークシート、競馬場行ってかっぱらってこよう。 とりあえずね、出走馬としては、ミルコ・デ・ムーロ騎手とルメール騎手が、エントリーはしてたのは覚えてるんですけど、あと春風かな？地方馬だと。まあ、なのでね、ちょっとね、まあ、G3 なんでね、メンバーには、まあ、そんなにね、期待できないかなと思うんですがね、とりあえず頑張って予想していきたいと思います。まあ、ちなみに何が出走してるかもね、俺把握してないんですよね。火曜日の出走表が出てたんで、ああ、出走表出てるんだと思ってね、今動画撮ってるんでね。とりあえず行きましょうかね。第22回マリンカップジャパン3指定交流牝馬戦、距離が1600メートルの12頭と。まあ、レコードはアブクマボロと。まあ、これあれかな？柏記念とかなんかのレコードになるのかな？ 98 年って柏記念あったっけ？アブクマボロもほんと強かったからね、石崎貴之騎手。アブクマボロはやばいわ。まあ、とりあえずね、見ていきましょう。1番、アペリラルビー。あ、また来るんだ、あんた。あれ、確かアペリラルビーってロジータ記念来てぶっ飛ばなかったっけ？あ、いた。ロジータ記念は6着、アンジュ、吉原ひろたが後ろからと。ちなみに調教師は変わってないんだ。じゃあ、笠松からだったんだ。ちなみに、その後は東海ゴールドカップ S スペシャル戦、7番人気8着と。無理でしょう。しかも、久々の競馬じゃん。3ヶ月ぶりか。待って、去年の12月走って3ヶ月ぶりか。ちょっとやばかねえか、ペリーラルビー。そして2番クイーンモンボ、JRA からクリス・フルメール騎手、3番 NT ボタン、船橋、で、まあ、騎手は町田の騎手で55と。4番ドンナデビーノ、川崎から参戦、山崎誠二騎手55。5番オルキスリアン、今野忠成55。6番ナムラアビー、重田健一55。7番、アンジュデジール、横山典弘57。8番、ミッシングリンク、ミルコ・デ・ムーロ56。9番西野ラピート、的場文雄55。10番、ビーン・ラプチャー、保園翔也55。そして JRA から11番、ヤマニン・アンブリメ、鮫島亮太、55。最後、12番、海老の前役、沢田亮也55と。なんか、いまいちなメンバーとしか言わざるを得ねえな。まあ、春風はね、回避したみたいですね。ちょっと確認しましょうかね。本当だったら昨日ね、どの馬がエントリーしてるかって動画撮りたかったんですけど、なんか、一切ね、出なかったんで、情報が。ちょっと確認してみます。一応、これ、船橋のホームページなんですが、あ、やっぱり出ないっすね。なんかあったんですかね。まあいいや。それ出ないんでね、すいません。じゃあ、とりあえずね、前頭を見ていきたいと思いますが、まずね、いらない馬から先にちゃっちゃと切っていきたいと思います。まず、アペリラルビー。そもそも誰こいつ。誰だっけ？向山麻紀だっけ？俺知らねえんだよな、笠松とか。笠松競馬なんかそもそもやったことすらないんだよ、俺。ああ、向山麻紀か。まあ、笠松っつったらそれこそ佐藤友則騎手しか知らないんで。あと誰に？あとあれか、紋別からクビになった水野かけるか。ぐらいっすね。全然知らん。あ、東川正則だっけ？合ってますね。この辺しか知らねえ。あれ、東川だっけ？合ってますね。全然知らねえ。 まあ、とりあえずね、笠松はね、いいとしましょう。で、クイーンマンボ。まあ、クイーンマンボもね、去年このレース勝ったっけ？あ、去年出てんのか。あ、去年勝ったのあれか、そうだ。あれだ、へん、あ、なんだっけ。海老名正式さん。大井レディースプレイルド勝って、それ以来の競馬が、一応こっちはね。まあ、レディースプレイルド勝ったの、本当はね、JBC 行きたかったはずなんですけど、故障かなんかしちゃったんだっけ？ちょっと覚えてないんで申し訳ないですけど。まあ一応ね、先行馬としては悪くないでしょうね。
関東オークスのね、3歳女王も取ってるんで。まあ一応ね、G2 をね、2勝してるんで、まあ負担重量がね、1キロ増にはなっており、あ、2キロ増には、ね、なっております。やっぱりね、G2 買ってきてるってのは重いですよね。まあ一応ね、2番、まあ先行馬としては悪くないと思います。3番、NT ボタン。うん、町田直樹騎手。まあ期待はしたいところかなと思いますが。うん、まあローテーションもそんなに悪くはないですね。3月15日なんで、まあ中2週と。あ、中3週か。まあ3週だったら悪くないんじゃないですかね。まあ距離も1600が、まあマイルがベスト感はありますけど。ただこの子船橋戦となるとそれこそ成績あんまり良くねえだろう。船橋のレースだけで見ると2着8回で着外10回と。まあ勝ち切れてはいないと。その2着のレースもこれは1600か。1600、1600で、安城は実川純一か。あいつ今騎手やってんの全然最近見ないんですけど。川崎に来てたんだ。初めて知った。しかもディベルシオネしか乗せてもらってないんだ。これでも川崎じゃね？あ、船橋か。あ、船橋か。うん、まあ実川純一で2着となると、まあ、いい馬っすね。まあ、金数は町田直樹とのコンビで行くと、まあ、1600、船橋2着は経験あると。まあでもこの子逃げたり刺したり、ちょっとまあ自在なところありますね。まあ、船橋のレース展開とか、大井のレース展開してるんで、ちょっと申し訳ないですけど。まあ、川崎で言うと、奈良崎康介で1500メートルが7、6、5と。ちょっと見てみましょうかね。NT ボタン。あ、でもドリームエルダーに勝ってんだ。まあ、ドリームエルダーがそもそもそんなにいい馬ではないんでね。まあ、7、7、6、5と。まあ、ある程度、真ん中つけて、で、まあ、最後のストレートでも若干刺すって感じか。なるほど、なるほど。うん、ちなみにこっちは畑のタバコ祭り記念は、6633。まあ、向こう上面で、前にいた、まあ、ちょっと抜かしたって感じですね。まあ、ドリームエイド、しかもスピーティーズもいいんじゃん。まあ、スピーティーズはもう終わった馬なんでね、もう期待はしてないですけど。まあ、NT ボタン。まあ、一応今回中央から来てるのが3強なんで、まあ、その3強にどこまで食いつけるか。まあ、ギリギリなところだとは思います。4番、ドンナディビーの安城山崎聖司騎手。名称ボーラーにアグネスデジタルで B1 か。川崎は、2連勝して9番人気12着。で、休み明けか。まあ、この子自身ね、休み明けが、まあ、そんなに悪いってわけでもないですよね。去年の、ま、6月、1月からね、半年休んで、まあ、半年分の、まあ、5ヶ月分のレースでね。まあ、一応、差し競馬で、藤井貫一郎騎手で4着。まあ、ちょっとこの子ローテーションが過酷かなって思うところちょっとあるんでね。まあ、8月なんかこれ、中2周でね、走らされてるんでね。やっ。まあ、それ以外の長期休養は、まあ、そんなにないのかな。そんなにないっすね。まあ、ただ先行すればね、悪くはないかなと思いますけど。これあれか、金賞ドリームがいる前のレースか。多分そうだね。ドリームキング、クラトリガーには勝ってる。まあ結構すごいですね。ちなみに5555なんで、距離1600メートルか。まあ完全にコーナー入ってきてから前にいたキャプテンロビンがまあちょっと粘りきれず、で、ドリームキングが完全にガス欠と。そう考えるとスタミナ面もね、悪くないですけど、まあただ頭差っていうのがね、ちょっとね、問題な感じしますけど。あとはね、休み明け、どこまで馬体重が増減するかですね。まあ、1月から6月で言うと、まあ、馬体重はプラス6キロなんで。まあでも451キロからね、まあ大体ちょいプラスで、まあ454号あたりなんで。まあそうなると、この子自身は、まあ馬体重で言うとあれかな、まあ450、まあ増えるとなるともう60近くにはなんのかな。まあ、山崎誠二騎手ね、スパーキングレディーカップ、去年の7月にはコンビ組んでるけど、まあ、6番手からのリズなんでね。これってあれか ?G3 か。ああ、スパーキングレディーカップか。アンジュデジール、ララベル、タイニーダンスは、ホワイトフーが、まあ、しょうがねえわな。これはしょうがねえわな。
まあそう考えるとね、悪くはないのかな。まあでもこのメンバー相手にどんなでもいいの。まあ5着掲示板に入れるかどうかぐらいですかね。で5番オルキスリアン、まあ、珍しく息子には乗せず川崎から今度どんなの B2 か。前走船橋、重田健一で3番、まあ、6番手5番手から伸び切り勝ちと。この子自身でも結構前に行けば行くほど好走しますね。まあただちょっと叩き2戦目、逃げたらガス欠したと。ガス欠の危険性はちょっとあるのか、この子自身が。まあこの辺はね、デビュー戦なんで、まあそれは逃げた馬がね、1000とか勝つはずなんでしょうがないですけど。まあ1600フローババは逃げ切り勝ちで、ちなみに後ろの馬には、あ、間違えた。後ろの馬には3馬身半か。おぉ、でも11番人気か、辰代隆二。すごいね。まあ先行すれば悪くはないっすね。まあ、内枠なんでね。まあ外にね、今回アンジェ、あの、まあ真ん中にアンジェでジェルってミッシングいくからね。それより内にいる先行馬は、まあちょっと期待はしたいかなと。まあただ、騎手に不安を感じるぐらいかな。うん、これだったらまだ絶対息子の方がね、俺はちょっとは勝率上がるかなと思うんですけどね。ちなみに、今野忠成自身が、つかこのままほとんど重田健一騎手なんだ、メインが。まあ、なんとも言えないぐらいか。6番、名村アビー、重田健一騎手。まあ、ってことは、こっちの方がよっぽどいい馬なんだろうとは思いますが、そうでもない。JRA から移籍して、まあ、6戦走って、1着1回、2着1回、3着2回、5着1回、8着1回と。まあ、古吉さん乗ってたのか。まあ、移籍は坂井忍騎手で後ろから3着。まあ、完全にこれ差し切り、追い込みでしょうね。フルゲートで、あ、でも11頭立てか。11頭立てで、まあ、最後方から完全に最後、末足一揆なんで。ここまで来ると船橋で末足一揆は無理でしょう。うん、ちょっと期待はできないかな。カットしましょうかね、6番は。7番、アンジュデジール、横山典弘騎手。まあ、今、牝馬の子って言ったら、この子は何のかな、トップは。アンジュデジール、関東オークス2着、スパーキングレディーカップの G3 勝って、レディースプレーズ3着からね、JBC は飛んじゃいましたけど、まあ、クイーン賞2着からね、今年エンプレス杯距離伸ばしても勝ってきてますんでね。まあ、すごいでしょう。まあ、もうホワイトフードがね、いないんで、まあ、JRA の女の子だとね、まあ、プリンシアコメーターが、どうなるかで、まあ、あとアンジュデジールとね、まあ、さっきの子ぐらいですかね。あの、ルメール騎手の、クイーンマンボか。まあ、でもアンジュデジールもね、今、ディープインパクト3区でフレンチデプティの決闘なんで、まあ、もちろん中距離、まあ、プラスしても大丈夫な気がしますね。まあ、女の子の重賞はね、まあ、確か最長ですら、まあ、多分 JRA コーレだとね、関東オークスの21ぐらいなんで、あとエンプレス杯のね、21なんで距離が、マックスは。あとはね、本当に、1800までディスプレリュードと、クイーン賞の1600、あ、クイーン賞が1800か。で、マリンカップが1600、で、スパークレディカップ1600なんで、まあ、マイルさえ持てばね、悪くないっすね。まあ、前走ね、G2 だけで言うと、この子ね、1勝してるんでね、まあ、負担重量もちょい重めと。まあ、プラスね、これ、賞金があるんでね、がっつり。まあこれはやっぱり本命にせざるを得ないでしょ。7番アンジュデジール本命にします。で、多分飛ぶかな。そして8番ミッシングリンクミルコネムーロ騎手。まあビクトワールピササンクでエーシング4。へぇー。ちなみにダート戦に、あ、でも芝でも結構好走しますね。芝時代先行してもよし、刺してもよし、で逃げてもよしか。で、ただ逃げてからね、ちょっとガス欠の危険性出てきて、で、もう完全にね、ガス欠しまくってたんで。まあ、ダート持ってきたらね、3着からまあ、勝って、で、TCK 上杯のね、まあ、連勝して、あ、そっか、TCK 上杯忘れてた。で、エンプレス杯ね、まあ、距離、長かったのかな、やっぱり。うん、2000の芝だけはね、この子、ちょっときついんですよね。3着で。で、ガス欠、ガス欠、ガス欠なんでね。まあ、確かにそうなると2100はね、きついんでね。まあ、川崎の小回りで、まあ、川崎、まあ、どちらかというと小回りか。まあ、4番手からね、ちょっと、伸びないようだとね、ちょっと距離不適合感否めないんでね。まあ、今回は距離短縮からの安定ね、デムーロ騎手なんで。まあ、3番手評価としてはね、悪くないんじゃないですかね。そして9番西野ラピート。まあ、西野ラピートっつったら俺は柏木騎手のイメージが強いんですけど、気のせいなのかな。バリバリ柏木騎手じゃん。
あ、でも、金層は的場みゆき氏が参加らなってたのか。うん。俺は知ってるのはやっぱり柏木氏の方がイメージ強いんだよな。え、白鷺賞 S3 も勝ってる。ただ、それ以降、先玉杯、習志野キラットスプリントと、まあ、若干伸びずじまいで。まあ、柏木氏降ろされてから、まあ、的場騎手で、掲示板率はまあ 100% と。で、3着2回勝ってますと。まあ、逃げてね、11番人気で、これすごいですね、東京シンデレラマイル。S1。あ、S3 か。まあ、西野ラピードに勝って、まあ、あのグラスサファイアにも先着してるんでね。まあ、ファイトユアソングに勝って、アップトゥーエアに勝って、で、ラインハートにもね、勝ってるんでね。いや、こうやってみるとね、今のね、地方の3歳馬ってね、あ、今の4歳馬か。すごいですよね。まあ、グラスサファイア、ロジータ記念3着。で、アップトゥーユーとね、ラインハート。まあ、ラインハート4歳だっけね。まあ、ステップオブダンス、ロジータ記念勝って。まあ、やっぱりちょっと地方の女の子はね、意外とすごいですからね。グラスサファイアだともういくら賞金あるんだろう。結構今あんのか。A2 ぐらいか。あ、まだ B1 か。まあ、ロジータ記念3着から。まあ、ちょっと前走ね、惜しかったですけど。やっぱりでも、これでな、あの、アップという、まあ最近アップというもね、ガスケツする癖ついてきちゃったんですけどね。まあでもね、このラインハートもね、まあ差し足伸びずじまいだったの。まあこれはね、負担重量がね、56キロで重かったのはまあしょうがないのかな。確かこの時ラインハートが56キロは初なはずなんで、確か初だよね。移籍してきてから。55。まあやっぱり初ですね。まあ、その時ね、やっぱりちょっとね、名古屋も、まあこの時はね、名古屋はね、あの、古吉だっけ、ゲート直後、バカみたいに落馬して、で、カラバの営業でね、笹川つぶさきちょ、これちょっとね、早めに前、前行っちゃってね、後で下げた形になって、まあ、その時に馬がロスしちゃったんでね、まあ、しょうがないですけど。まあ、エンプレス杯4着もあるんでね、まあ、やっぱり悪くないですよね、西野ラピート。まあ、ただ前走逃げてガスケツ5着と。30両が55キロ。柏のハオポン。そんなレースあるの？柏記念トライアルか。勝ったのがタービランスじゃ仕方がない。でもミッキーヘネシー2着か。よくこれ来たな。いや、言っちゃう関係者の方で申し訳ないですけど、ミッキーヘネシーって、ミッキーヘネシーかな、別府調教師自体が、まあたまに南関東来るんですけど、6万は持ってこないんですよ。はっきり言っちゃうと。全然6万じゃねえじゃん、これ。多分ね、俺が予想とか出してる限り、滝川受験記者本当に結構乗せさせられてるんで分かるんですけど。で、確かね、佐賀記念も本当はね、滝川受験記者乗る予定だったんですけど、確か怪我して、期間月、行けなくなっちゃって、確か仮に乗り換わったはずなんですけど、これの5着も俺正直驚いたんだね。で、前走滝川受験記者で追い込みがっつり差し切り2着と。ミッキーヘネシーのちょっと見方変わるな。まあでもね、今回逃げるか逃げないかによって変わらなくて、ちょっと外枠なんでね。まあ、西野ラピード自体が外不利かって言われるとね、ちょっとね、まあでも外からでも逃げれるね、能力はあるんですけど。まあ、ただちょっとガス欠の危険性が高いんですよね。ここ1400メートルで3着が大井線。で、船橋の前走もね、ガス欠してるんで、同じ距離1600で。まあ、しかも、最内からガス欠となるとね、無理だろうな。ちょっと今回ガス欠馬は、除外しましょうかね。で、10番ビーンラプチャ保存賞騎手。ビーンラプチャアフリートサンデーサイダー。へー、B1 か。全然知らねえな。ちなみに国母厩舎から首切られた組だ。で、9月から3月まで、まあ約半年走らずで、まあ後ろからと。まあ、この子自身、前の競馬すれば、まあ、笹川翼騎手で、まあ、おととしの10月掲示板入れてますけど、まあ、それ以降先行して7着、まあ、3着。まあ、後ろから行っても差し切れずなんで、ちょっとこれは除外かな。10番獲得。そして11番、JRA から山人アンプリメ。この子初めて聞いたの。シニスターミニスター。へぇー。だろうね。地方交流はこれが初めてと。で、むしろ距離1600が初めてと。ちなみに前走コーラルステークスが阪神のメインレースか。まあ、1400メートルで、まあ、伸び切りというのか、まあ、差し足ギリギリというのが4着と。まあでもすごいのはね、まあ、本当だったらこの子先行対戦なんでしょうね。距離1400、3番手から伸び切り勝ちで、伸び切り勝ち。で、まあ、ここね2番手から伸び切り勝ちで、ここ差し切ってるんで、まあまあって感じですね。
多分ネット競馬の方行けばこの子が出遅れ癖かどうかわかるんで、ちょっと見てみましょうかね。山人アンプリメ。俺は多分ガス欠だと、ガス欠か出遅れだと思うんですけどね。もう出てきましたね。まあ、14戦4勝と。ああ、やっぱり出遅れ癖ありますね。みゆき秀明氏の7番手、8番手から4着も出遅れ。で、国分京介騎手のここも出遅れ。で、勝った鮫島レッド騎手のここも出遅れなんで、やっぱり出遅れ癖か、この子。まあでも、前走のコーラルステークス勝ったのがモーニングか。そんなにいい馬いなくねえか？あんまりいないっしょ。俺知ってんだ、ここモーニングしかいない、知らないんで。まあでも、上位人気は2頭ともぶっ飛んでってんでね。しかも両方ともガス欠で。3番人気、4番人気、6番人気か。いくら？ 8 万ぐらい。あ、ビンゴ。8万か。まあそう考えるとね、出遅れ、地方の、マジでこれ地方で出遅れたら、屁でもないし、言い訳も聞かないんでね。笑いながら言ってる場合じゃないですけど。いや、ちょっと出遅れ癖は無理でしょ。しかも前走も出遅れ、これ。あ、やべ、聞いちゃった。いや、これ前走ももし出遅れたとしたら、前走はセーフか。ってことは、前走、前々走に関しては完全に騎手が後ろから行ったのが。地方で後ろから行くのは本当に無謀なんでね。いや、これはちょっとね、除外せざるを得ねえか。まあ、確実、距離もしかも不適合感に否めないんでね。まあ、1800なんか、しかもいきなり新馬戦で競争中止してるんでね。何があったのか、もう岩手さなる騎手か。まあ、1800なんかね、完全にでもこれ、後ろから行って伸びないってことは、もう距離不適合で馬が走る気ないってことなんでね。いや、これは中央でも多分除外せざるを得ねえな。そして最後、12番、エミの万役、沢田亮也。エンパイアメーカー。前走川崎？連投かよ。あらら。あらら。ちなみに中央から移籍してきて、まあ、沢田竜也で5番手から伸びきりが満了特別の B2B1？ あ、B3 戦か。B3 戦か。で、競馬場が浦和。浦和か、浦和か。貸したいのが1分30秒1。1分30秒1。1分30秒1。30秒1だとすると勝ちタイム1分30秒1。遅い。 言い方がひどい。ちょっと見てみましょうかね。前走のマルチフレンド特別のあの銀ちゃんの勝ちも、勝ちタイムゴールタイム1分29秒8。遅い。以上終了。次行きましょう。ってことでエミの配役もカットするんで、結局残ったのが、まあ、2番3番4番5番7番8番か。6頭か、ちょっと多いな。ちょっとじゃないぐらい多いな。まあ、意外と船橋のマリンカップに関してはね、まあ先行が有利というか、まあ逃げるっていうよりはね、まあ中段にいて、まあ4番手あたりの馬がね、まあ、4番手、5番手にいる馬が結構伸びきりやすいんで、逆に後ろから行くとなるとね、ちょっときついかなと思うんでね。まあちょっととりあえず去年の結果だけ見てみましょうかね。データベースで、マリンカップ。まあ、中央レースなんでもちろん出ると思うんですけど。レース、マリンカップ。よっ、あ、お、あ、はい。マリンカップ、検索。まあ、去年買ったのはね、牝馬女王のホワイトフーガと。まあ、本当にね、去年に関してはね、本当にホワイトフーガがね、牝馬女王の軒並み漁ってたんでね。まあ本当にあのホワイトフーガは急に走らなくなるのは俺も想定外だったんですけどね。去年で言うと、まあマリンカップ先玉入って買ってね。まあスパーキネディ飛んじゃったけど、まあレディースフェア買ったんでね。JBC 行くかと思ったら、完全に伸びずね。で、そのまま引退しちゃって。やっぱり女の子の重賞って言ったら本当にね、この子だったんですよね。まああの JBC レディースクラシックもね、レッツゴードンキがね、頑張ったっすけどね。まあ初のダート戦だったんでね、あの時。俺川崎競馬にこれ絶対だから覚えてんの。3着盛りたいと。意外とこれ粘ったんだよなぁ。本当に。まあ、レッツゴーダンキも多分逃げたのこのレースぐらいだったと思うんでね。
まあ、そう考えると逃げたレッツゴー元気に一番新ファンもあったね。まあ、ホワイトフーガが本当に強かったんですけどね。まあ、ちなみに去年のマリンカップで言うと、まあ、1番人気が来て、あ、2番人気なんだ。へぇー。ちなみに、まあ、3番手、まあ、やっぱり4番だからこれ伸びやすいですね。まあ、でもちょっと、プリンセスバリア、まあ、これ地方だからしょうがないか。まあ、JRA で言うと、パールコード、ワンミリオンとかね、ここちょっとね、上位とも、まあ、上位人気とか飛んでったんで、まあ、ララベル、リンダリンダの地方、まあ、しかも荒山調教師がね、2、3取れてるんで、まあ、一応2番人気、6番人気、4番人気。まあ、やっぱり前の方がいいですね。まあ、逃げるとでもやっぱりガスケツはちょっとね、3馬身は話しすぎかなと思うんですけど、まあ、2万円と。おととしの2016年が、ビーターレグリアのブルーチッパー。ブルーチッパーってどこの子？盛りたい時しか。なわけねえか。岩手そうな駅しか。バリバリ荒山調教師の馬じゃん。なんで JRA の今、まあ、いや、岩田騎手だから全然許すけど。でも、ブルーチップはつったら、でも俺は個人的に森田騎手乗ってなかったっけ？気のせいかな。ブルーチッパー、乗ってるじゃん。思いっきし乗ってるじゃん。しかも、森田騎手のこれ2年前でよく覚えてんな。いやー、すごい記憶力。もうちょっとまともなことにね、この脳みそ生かせたらいいんですけど。じゃあ、おととしで言うと、ビータリルイが、2番手から伸びきりがちで、逃げたブルーチッパーがまでも4着と。で、4番手にいたね、ダブルファンタジー、笹川翼騎手が、まあ、大差負けと。3着で大差負けと。やっぱでも、地方が来ますね、これ。ちなみに俺、ちょっとこの調教師がどなたか存じてないんで申し訳ないですけど。どなた？山本和之調教師。あ、遠征馬なんだ。あ、そう。で、タッチリュールが、まあ、それでも鼻差で差し切れず、4着と。まあ、この時はね、ブチコ、ブチコ。そうだ。ゲートから出て競争場へ食ったんだ、ブチコ。俺これ覚えてんなぁ。そうだ、ルメール騎士よく落ちなかったなと俺この時感心したんでね。で、まあ、ブチコが眉切って競争場へして。そっか、そしたらしょうがないか。確かブチコこれ一番人気だったはずなんでね。競争場へになるまでは。で、ただ残った藤田菜々子騎手も地方乗ったんだ。ブラックバカラ。知らん。どこの子？今は高知にいるんだ。へぇー。AA は失礼か。まあ、完全に高知の子か。じゃあ今は引退してんのか。まあ、この時は中央からが来たのがこれか。フォーエバーなんとか、ミルコデムロ騎手が。まあ、差し切れず5着と。で、福永祐一騎手のこれが完全に伸びずじまいと。ほう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 。まあ、クラガルメンか、あとは。あ、これもコーチじゃね？多分。この中継手なんかコーチの一覧表で見たことあるな、俺。あ、やっぱりコーチだ。そう考えると、やっぱり前々の競馬する子が有利か。なるほどね。ちなみに、サンビスタが勝った2015年。トロワボムだからあれか、中央か。この時は中央、中央、中央で、まあ、でも、これか、内田博騎手が7番手から差し切りと。で、逃げた藤岡祐介が4着。で、地方の重田健一、高槻の馬で4番、あ、まあ、4番手からか。そう考えると悪くはないですけどね。なぜか、別府真嗣調教師の馬を、畑中真嗣って金沢じゃねえもん。あ、金沢だ。そう考えると、まあ、でも前々でちょっとさせるのか。でもやっぱり先行馬が有利ですね。あとは、ここか。2014年。4年前。まあ、3番手、2番手、5番手。今野忠之、船橋の馬で5番手から伸びきりか。これはいいっすね。逃げた藤岡祐介がまたもガス欠。で、東北美人。東北美人か。9番手から、まあ、差し切って5着と。まあでもそんなにいい馬っていうほどいい馬いないっすね、この時は。うん、俺、こんな、正直こんなメンバーそんなに知らないんで申し訳ないですけど。その前は全然俺知らねえな、多分。意外と気になるのは、あ、ゆきちゃんのここ見てみましょうかね、2010年。もう8年前なんでそんなにあれですけど。ゆきちゃん、今野忠之騎手。まあでもやっぱり前々の競馬でも地方馬でも悪くないっすね。花さで C. ひろふみ騎手が、2番手からその伸び切り。で、岩田さん騎手が、まあ、差し切りで、まあ、1番人気届かず。で、ゆきちゃんが3番人気で、まあ、
頑張ったもんね。頑張りましたね。ゆきちゃん。あ、川崎マイラーズで引退したのか。ゆきちゃんって今子供どうなってんだろう。あれでもゆきちゃんの子供って中央にいねえか。いる気がするんだけどな。あ、やっぱり中央にバリバリいるわ。あ、ハウナニか。ハウナニか。お、聞いたことある。暴れてる写真家よりによって。1番人気3着で2番人気1着と。おお、おー、チェスレか。まあでも、結構ね、本当にあの、白雪姫3区でね、まあ、ブチコ含め、結構人気あるんですよね。本当に。この突然入れてっていうのがわかんないですけど。まあ、父ちゃんでも黒船なんで、まあ、それは完全に白雪姫と黒船からで、まあ、それは白毛っていうのは理解できますけど。まあ、今どうなってんのかね。とりあえず、3区1。ああ、ここのとこ、あ、でも、ブチコ含め、金亀3区がずっとなんだ。一番最初だけブラックホークで、あとは、6年間連チャン黒船と。で、ブチコ含む前後全部5頭が金亀と。ちなみに2015ってことはもうデビューしててもおかしくなくね？やっぱりそうっすよね。2015年なんでもうデビューしてもおかしくないんで。で、あとは、あの、これか。これが今年デビューか。早ければ。多分今年はデビューできると思うけど。ちょっと期待したいところですね。てか、まさかゆきちゃんが俺、地方にいると思ってなかったな。てっきり中央のままだと思ってたんだね。ちなみに、馬主さんもやっぱり、ディープインパクトと同じ馬主さんなんでね。そうか。いつの間にかこっちに来てたのか。でね、地方馬としてクイーン賞に TCK 上杯勝ったのか。そういうことになるのかな。あ、そういうことになるわ。すげえな、ゆきちゃん。まあちょっと3区にね、期待したいかなと思いますね。その他で言うと、あとは全然知らん。本当に全然知らないんで、ちょっと申し訳ないですね。まあでも、一つ言えることは、やっぱり先行馬は有利ですね。まあそうなると、オルキスリアンが逃げてどうなるかか。まあ逃げてく、先行、あれ、逃げもどこだっけ？9番だっけ？あ、西野ラピートか。まあ、西野ラピートが逃げてどうなるかぐらいですかね。まあ、ただ1600でも勝ってるんだけどな、S3。まあ、でも本当にね、ロジータ記念のあの、上位2頭任してるんでね。一番人気がラインハート、まあ、それはわかるとして。で、まあ、ロジータ記念勝ってるステップオブダンスもわかるとして。で、まあ、グラスサファイアの人気ないのはちょっとわかんねえな、俺には。まあ、紺野忠之騎手、持久者の馬だったら大抵勝つっていうのが俺の法則なんで。で、紺野忠之騎手は持久者じゃないか勝たないっていうのが俺の法則なんで、申し訳ないですけど。まあでもどうしようかな。今回はでもちょっと幅広めましょうかね。まあでも問題なのはアンジュデジールが人気になるか、クイーンマンボが人気になるかで、雲泥の差が出るんですよね。まあ間違いなくクイーンマンボよりはアンジュデジールだと思うんですけど、どうなんのかな。この子も先行体質なんでね。まあやっぱり本命は7番にしましょうかね。まあ飛ばし目的で。まあ一応最近のね、俺の本命は本当に軒並み飛んでるんで。一応今日のラッキーライラックも俺本命なんで、それが飛べばね、まあ間違いなく、アンジェデジロも飛ぶでしょうということでね、まあ一応しときましょうかね。一応2番手をか。まあ、2番のクイーンマンボで、妥当でしょうね。で、まあ、3番手評価に、ミッシングリンクか。でまあ、今回やっぱり11番の JRA はね、ガス欠ってか、出遅れされたら本当に終わりなんでね。これは除外して、まあ、西のラピートにするかどうしようかな。まあ、9にするか。3にす、あ、4にする、ん ?3 にするか、あれだなって、ミッシングリンク何番だっけ ?8 番か。で、まあ、とりあえず、あと残ったのが、まあ、2番、3番、ん ?4 番、5番、まあ、9番か。
多分頭さんとはねもう278でいいと思うんですけど、まあ、仮にね、クイーンマンボがまあ一番アンジュデジローが一番人気になって飛んだ時ちょっと困るんで頭数入れとかないと。だって過去クリーン、あのマリンカップってどんだけ跳ねるんだっけ。去年はでもそっか、これがエビナム選手、ホワイトルーバー自体がそんなに人気にならなかったんで、一応2番人気、6番人気、4番人気が来て、しかも先行馬が全部来て2万円か。おととしは先行先行先行か。1番人気、4番人気、6番人気が来ても10万出んの？どんだけ人気ねえんだよ、これ。6番でしかも単勝194倍か。5番人気で38倍。間違いない、これは騎手に期待したんだろうな、みんな。そりゃ騎手に期待したけど、まあ、そもそもブチコが競争所外になった時点でそりゃ狂うわな。まあ。で、3年前は、まあ、サンビスタ、岩田康成騎手が勝ったけど、なんか違うところでた。もうどれ ?3 年前は小雨か。ダートは不良か。まあ、不良でも先行先行で追い込み、まあ、差しが1頭か。1番人気、2番人気、3番人気が来て400円。まあ、こうなられたら非常に困る。本当に困るんだよな、これだけは。4年前の晴れの時は、まあ、やっぱり前にいた馬が来て、8000円ぐらいかな。2000円しかつかないんだけどね、これで。そうなると、逃走増やすぎるのも無謀感はありますね。どうしようかな。じゃあ、このままにしとっか。でも、1頭増やしといた方がなんか面白そうだな。どうしようかな。まあ、西野ラピート、いい馬だとしても、はっきり言っちゃうと、騎手嫌い。すいませんね。まあ、どんなデビーのにしたいけどなぁ。前走後ろから行っちゃってっからなぁ。どんなデビーのは3着固定にせざるを得ねえかなぁ。山崎記者、無理だろうなぁ。3番 NT ボタン、地元船橋なんでね。どうしようかなぁ。この子も確実に後ろか。そうなると本当にもうダメじゃん。もう NT ボタンもちょ3着に入れてみるか、遊びで。まあ多分買わないんでね、このレース。ナムラービー。まあ、おめえ完全に後ろからだな。おめえは絶対ねえや。で、オルキスリアン。まあ、まあ、でも逃げてガス欠するんでね、本当に。まあ1800だからしょうがないとしても。まあ、3番手からもちょっと伸びきれないでしょ、このメンバー相手じゃ。もう掲示板外もあり得るんでね。西野ラピートが1600持つか持たないかの話だと間違いなく持たねえんだよな。無理だろうな。ってことはもうこれしょうがねえか。ダメだこのレース。終わったな。やばい。どうしようもないくらい解明がわかんねえ。ちょっと待って。どうしようかなこれ。ちょっと待って。プラスしようがねえぞこれ。決めました。騎手言って決まりませんでしたけど決めました。いきます。って紙が出ない。もうダメ、これ全部ダメ。本命7番のアンジュデジール。2番手評価に、2番のクイーンマンボ。3番手評価、8番のミッシングリンク。以上3頭しかございません。すいません、ごめんなさい。これダメだわ、本当に。これはダメだよ。間違いなく、後ろから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 のガス欠、ガス欠が出遅れ一頭なんで、これはダメだわ。これはエミの配役でもなぁ、ギリギリだからね。後ろから行くんでね、この子も。笠松、アペリラルビー、向山、牧。おめえも後ろからか、これ。こいつも後ろからか。じゃ無理じゃんこれ。ちょっと待って、どうしようかこれ。待って、クイーンまでアンジュデジール本命にしちゃったでしょ俺。ってことは、まあ、せやろ、7が飛ぶ可能性も非常に高いんですよ。待って、3連単400円でしょ。
って、でもあれだよな、俺ミルコデムロクシ高松駅の本命車ぶっ飛ばれたんだよな。確か一番人気で8分になってんだよ。だから本当に俺が本命すると危ないんですよ。ってことはどれか一頭変なのが飛んでくるんだよ。間違ってもヤマニーアンプリメなんか飛んでこねえよな。シニスターミニスター悪くはないんだよな。でも1600きつそうなんだから大丈夫か。待てよ、間違ってもアンジョデジエルが失敗して西野ラピート飛び込んできて3着4着とかねえよな。怖えな。どうしよっかな。まあいいや、今回すいません、3連服にします。3連服もう1点勝負しかねえよなこれ。3連服2番7番8番ごめんなさい、これしかないわ、本当にこれしかないわ。逆にこれで外れたらね、多分荒れますぜ、多分荒れますぜ本当に。まあ俺的にはね、アンジュデジール本命にしたいんですけど、まあクイーンマンボンならがちょっと微妙なんですよね本当に。マンハッタンカフェ好きなんですよ。でもディープだろやっぱり。まああとはお父ちゃんで言うと、まあ金亀とかにはなるんですけどね。まあ金亀かサウスビグラスかシニスターミニスターか、まああえてビクトールピザーでも一応入れてるんでね。これ本当に微妙だな。一応三連単の買い目だとどうしようかな。本当になんか悩むな。逃げて1800かでも勝ちきれてるんでね、中央で。まあ、しかも0秒3だから。0秒3か。まあ、花差ぐらいになるのかな。TCK 上杯、まあ、0秒4で2馬身とか。じゃあ、まあ、1馬身湧くのか。どうしようかな。まあでも微妙なところになるな。まあでもやっぱりミッシングリンク取るかクイーンマンボ取るかって言われたら、そりゃクイーンマンボにはなるわな。ってわけで、3連単一応こうなりました。3連単はね、もう本当に4点です。27から、まあ、278の278。もうこれしか無理っすね。まあ一応これで4点。が妥当でしょう。多分これぐらいじゃないと無理っすね。まあクイーンカップ。まあやらない方が妥当感はね、否めないんですけどね、本当に。どうなるかな。今回はね、春風がちょっといないんで、春風いてくれたら話は変わるんですけど、ちょっと無理だろうな、今回地方勢は。まあ、西野ラピードがどこまで放送できるか次第になると思うんですけどね。まあ、とりあえずね、話が結構ね、まとまりきらずね、長くなっちゃいましたが、本命7番のアンジュデジールで、2番手岡にね、2番クイーンマンボ、で、3番手岡に8番ミッシングリンクのね、今回は上位おすすめ3頭以上にしたいと思います。で3連単はね、もう2781点なんで関係ないですけど、3連単、まあ、27から278、278のね、まあ、400円。まあ、これが妥当かなと思いますね。逆に本当にこれで外れたら俺もう終わりなんでね。間違いなく。まあ、でも一番人気が誰になるかで多分変わると思うんでね。まあ、俺的にはやっぱり今回はね、構想しまくってて、まあ、マイルもね、ベスト距離の、まあ、安住できるかなと思うんですよね。まあ、JBC で近しくもね、G1 はしょうがないとしても、まあ、やっぱり関東オークスね、2着。で、スパーキングレディカップ勝って、エンプレザイも勝ってきてるんでね。まあ、この2103番手から伸びきれるスタミナ面っていうと、やっぱりあるんでしょうね。しかも負けたのがね、プリンシアコメンダなんでね。それでも1馬身半負けてるんで。まあ、サルサディオでもこれ多分、福永騎手乗ったら勝ってただろうな。あ、福永騎手乗ってねえか。まあどうなるか。まあちょっと気になるところですけどね。まあとりあえず今回はね、水曜日。水曜日。紋別競馬に金取っとこう。ってわけなんでね、多分馬券は買わないと思いますんでね。ちょっとご了承ください。多分今回はもうね、当てれる自信がないんですよ。今までね、多分出してきた動画でね、当てれる気ない動画ってね、多分俺今回が初めてですね、個人的に。これはね、ちょっとどうしようもないっすわ。
りあえずね、ご了承ください。一応概要欄の方にね、まあおすすめと買い目だけはね、しょうもないですが載せときますんでね、ぜひご確認ください。はい。というわけでね、今日の動画もね、まあ、ちょっとこの後ね、トレッサ行って、まあ、ポポンデッタでね、京急と八高線と武蔵野線予約したいんで、まあ、ちょっとね、午後出かけるんで、まあ、午後って、まあ、もう午後なんですけどね、ちょっとね、出かけてくるんで、で、まあ、ちょっとね、間に合えばね、大菓子を買いたいんでね、馬券。まあ、ちょっとね、今日の動画ね、これで終わりにして、で、月曜日はね、撮る動画 100% ないんで、まあ一応ね、来週の16、まあ15日からになるとね、紋別競馬が18日から始まったりするとこね、まあ、俺もね、まあ、やっぱり地方は紋別っていうのが俺あるんでね、まあちょっとね、お忙しくなるんでね、紋別がない日はね、ちょっとゆっくり休みたいんでね、すいませんがね、動画は明日はお休みになりますんでご了承ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。